皆さんこんにちは。TikTok という、まあ、僕にとって究極のアウェイ、まあ、メディア SNS の中に、半年ぐらい前からちょっと足を踏み入れて動画を作ってるんですね。で投稿は、月に10本ぐらい、もう結構多くたくさん作ってて、もう気づいたらもう100本ぐらいいってるんですけれども、いろいろこう、まあ、コメント欄に書いてくれたり、僕も返したり、いいねを押させてもらってるんですけれども、 TikTok って無法地帯ですね。本当にすごく気軽に、まあ、1分以内の短い動画なので、多分移動中とか教室とか、ちょっと寝る直前にベッドの中でポンポンポンコメントを寄せてくれる SNS なんですね。で結構若い子たち、多分10代20代の、ビュアーが多いと思うんで、もう本当に遠慮会釈、気兼ね何もない、本当にこうスッとそのまま感じたこととかを書いてるんですね。でずっとこう流れているので、こう積み上がっていくんですね。もう本当に10個20個100個1000個ぐらいにコメントがすごく増えていくわけだから、これ楽しいな、なんかいい流れになってるなというふうに思うんですね。で今日少しちょっと今コメントをこうクローズアップしてみていこうかなと思ってるので、結構初期というか一番最初に作った小引町よしやっていう銀座で一番小さな和菓子屋にお邪魔をして、まあ、どら焼きを取り上げたんですね。でどら焼きがデザートになるかっていうことをこう自分にこう問いを考えて、いやデザートじゃないんだって、だったら何なんだっていうことを、ちょっとなんかちょっと結構謎めいた回だったんですよね。で結構でもなんか喋ってるうちに、どら焼きを目の前に喋ってるうちに、どら焼きのこうエッセンスみたいなものがちょっとなんていうかな、この日本文化論にこうなんかこう広がるようなちょっと中身になったので、まあチェックしてほしいんですけれど、まあ、それに対してのコメントが来てるんですね。見え男、涙が出てきたなぜ、どういうところで涙が出るのかな、なんか聞いてて涙が出たっていう、本当面白いな、なんか嬉しかったのか、何か気づいてくれたからこう感涙に無線だのか、ちょっと分かんないんですけど、謎ですね、うん、でもありがとうございます。ロバートさんのお話は私の大和魂が刺激されます、ありがとうございます。よく分かんない、大和魂何なんだろう。海外の人なのに日本人みたいで、こうハートがいっぱいついた絵文字、まあこれは嬉しいけれど逆説じゃないんですよね。海外の人なのに日本人みたいって、だからすごくこう海外の人と日本人みたいっていうのをすごくこう相入れないというか、全然違うものだっていう、なのに日本人みたいっていうのが、なんだろう、これは多分アメリカの英語にはちょっと翻訳不能かもしれないというか、自然にこの口から出てこない発想なんですね。わかります、僕はもう日本に来て長く暮らしているので、ね、よくわかるんだけれども、なのにっていう感覚は全然ないんですよね。日本人みたいとかっていうふうに言われて特に気持ちいいものでもないし、何でもないんですけれども、まあすっと自分が言ってること、伝えようとしていることが届いたっていうふうに解釈すればいいのかな、うん、そうだ、そういう意味ですね、きっと。ありがとうございます。のっち、3時のおやつを英語に訳すとジャパニーズアフタヌーンティーかな、ちょっと絵文字がついてるんだけど、ドヤ顔のあ、3時のおやつ、なんかお3時ってこう英語に翻訳できないっていう話をしてるから、それ英語にそのおやつをあえてっていうか、ジャパニーズアフタヌーンティーってあるんだけど、アフタヌーンティーとおやつ、お3時は違うんですよね。なんかお3時ってそんなになんか社交的なイメージがないじゃないですか。アフタヌーンティーってホテルに行ってちょっと入って、ちょっとお茶を飲みながら、これ3段ぐらいになってるような、こうスコーンを食べたり、小さなサンドイッチを、耳を切ったこう綺麗なサンドイッチを食べながら、素敵なひとときを
過ごすっていう感じですが、お三時ってもうちょっとこうね、すっごく腹が減ったっていうわけでもないし、だけど何かちょっと入れたいな、あるいは今入れておかないと2時間後がちょっと辛くなるので、備えあれば憂いなしということで、ちょっとなんかみかんを食べたりせんべいを食べたりということ、それもお三時になるわけですね。そういうこう、まあ、ファストフードができる前の日本の話ですよね。ちょっとフィンガーフードというか、ちょっと食べてっていうのがお三時だとすると、ちょっとアフタヌーンティーとちょっと違うかなと思ったり、まあ、でも面白いですね。山田太郎さん、口寂しいも英訳できないって聞いたことがあります。いや、これなんか動画を作ってる時にこれって気づいてたら、ちょっと多分僕喋ったと思うんだけど、なるほど、そうですよね。口が寂しいって不思議ですよね。なんかこう擬人化してるみたいな感じはするんだけど、まあそういうことよりも、なんかちょっと食べたい、ちょっと足りないとか、ちょっとなんていうか間が持たない時にちょっと口にしたい、すごくお腹が空いてる、だから小腹が空くの手前かもしれないですね。ちょっと口寂しいとか、手が出る、食べないかもしれないですね。見て戻す。黒柳徹子さんと何度もテレビ番組で共演したことあるんですけれども、もう本当に大好き、大尊敬している方なんですけれども、一度僕がちょっとまあ面白いこうおからで作ったドーナツを差し入れをして、打ち合わせの時にそれを使ったんですね、うん、スタッフが持っていて、でそれを徹子さんが僕の目の前にいて、みんなスタンバイでちょっと最後の打ち合わせをしようっていう時に、手を伸ばしてドーナツを手に取って、まあディレクターがずっと話をしているのを見て、僕はずっと彼女の手元をずっと見てたんだけど、そのなんていうかな、このパラフィン紙みたいなこの紙に包んであって、でそれをひねってるのを取って、こうやおらにこうちょっと開けてドーナツを見て、うん、でまた静かにそれをちょっと閉じて、でまたこうひねってドーナツをそのまま過去に戻したんですね。で戻すか、いや、戻すのってちょっと一瞬思ったんですけど、さすがに徹子さんが、これは美味しそうだわってちょっとボソッと言って取って、その時はもうスタンバイの直前だったので食べずに、ちょっとこう袖に入れたんですね、着物の。あ、これすごいところ見たなと思って、これ口寂しいってそういうこと、こういうことだなってこう言わない、もう今初めて、白状してるんですけど、その時、あ、口寂しくなるんですね、この方もっていうか、その仕事の直前に。これ面白いなって思いましたね。確かにそのシチュエーションってどこでもどこの世界でもあり得たと思うんですけど、徹子さんがその時に取った行動、判断、選択、全部なんか口寂しい中にある気がしましたね。の話をして大丈夫なのかな。洋菓子になくて和菓子にある要素っていうすごいこう立派なテロップが載ってるんですけど、どら焼きをこうなんかこう見ながら食べながら、どら焼きのこう一番こう洋菓子の対極にある、まあエッセンスみたいなものをこう一つ一つ語った動画だったんですけれども、美佐子さん、和菓子だけで動画何本作れるんやろ、知識量すごい。パンって。そう、確かにね。銀座に、まあ、出かけていて、銀座で一番小さな、もう昭和初期から、営業している、今年で、開業100周年の小引町吉屋っていう和菓子屋さんにお邪魔したので、もうできるだけ、すごく面白かったので、TikTok ってこう、まあ、尺がもう大体1分ぐらいって決まってるわけですから、どう見てもこれ20本ぐらいが作れるなっていうふうに話してたんだけど、そうはいかないので5本6本ぐらいにこう分けて取って作ったんですね。で毎日1個ずつ投稿していたので、多分これが、3回目か4回目ぐらいかな、毎日見てくれてたっていう証ですね、全部見てくれていて作れると。で知識量すごいというふうに褒めていただきました、ありがとうございます。いや、もっといけるんですよ、実は。これが多分、これは7本、8本、
かける3ぐらい田舎の JK パティシエ目指してるんですけど和菓子職人もいいなと。これなんかこうハートマークがいっぱいついてる、いいねいいねがいっぱいついてるんだけど嬉しいですね。和菓子職人も実際にこの、作ってるところとか夜勤をジュッジュッジュッってこう押してるあのよりとかすごくなんかリアルなあの映像もあるので、あ和菓子職人も面白いなっていうふうに、何かのいいきっかけというか、パティシエのその洋菓子の中でもやっぱりこう和のテイストとか技術とかときっと多分取り込めると思うので、何かのインスピレーションになったらいいなと思います。お名前はついてないですけどハートマークがついてる方、すごくいい話なんだけど、ロバート秋山のドラマのせいですごくワイルドなロバートにしか見えない、わらわら好きすぎるわらわらありがとうございます。もうちょっと他のちょっとなんかここに持ち込まないでもらえるっていう感があって、まあ、僕はあのネットフリックスのクリエイターズファイル、あのロバート秋山さんが手掛けたあのちょっとドラマに出させてもらったんで、アメリカの巨匠すごいこうヒゲを生やしていて、で映画を撮ってるんですね。でこれ実際にもうガチで埼玉のもう一番こう北部群馬に近いところ、廃墟になったこの工場みたいなところ、朝もう寒い時に朝からもう夜一日がかりでこれ撮って動画を撮ったんですけれども、いい人たちつまりデカと、悪い人たちがちょっと抗争をしているというか対立している映画だったんですけど、僕はそのデカのまあ中心の一番まあいいやつだったんだけど、本当はちょっと弱いところがあるっていうのをやってたのを多くの方が見てくれてるんですね。思い出しますね。あのラミちゃんがちょっとラミちゃんが、まあ、僕はと馬乗りになって冷たいこうコンクリートのこの床の上でこう何度もこう、まあ、10回ぐらいテイクをしたんですね。ずっとこう僕をこう胸くらをこうあのものすごい手でこう掴みながら、まあ、俳優じゃないからもうラミちゃんね加減を覚えてくださいって言いたいぐらいにわしづかみで私をずっとこう揺すっていて、でそれがなんかワンテイクでできればよかったんだけど10回ぐらいそれをずっとやってて、まあアザを作って、僕はあのまあ愛情の証だと思ってもうすごいあの格好になって、まあドラマをですねこの喧嘩シーンを撮ったりしたんだけど、関係ないんですよこの、 あの TikTok 教室どら焼きをせっかくこう食べてこう一番こうなんか哲学的なねいい話をしてる時にそれを持ち込むなよっていう感じですかね。まあでも笑わらって好きすぎるってなんか優しい言葉が書いてある。あこれすごくこう回ったやつですね。銀座伊東屋に行って文房具やいろいろこうなんか、まあ、見ながら一つ一つこう手に取ってこう発見したことを、お話をした見せた動画だったんですね。多色ボールペンは日本発祥っていうやつだったわけですね。僕もあんまり気に留めてなかったんですけれども、三色ペンとか多色ボールペン僕は結構あここにあるんですけれども、これですね。これは3色だけど結構5色とかを使ったりしますね。でたくさん使ってるんだけど海外にはないんですね。アメリカに帰ってもヨーロッパに行ったりいろいろあちこち行くんですけれども、持っていくとお土産に持っていくとすごく喜ばれるんですね。でなんでこれなんで日本に、まあ、60年代にできたっていうことは分かったけど、それをちょっといろんな種類を見ながらお話をしたことがすごく、まあ、刺さったらしいですね。ビオさんからちょっと面白いコメントが来てます。キャメルさんも緑残りがちなんですね。これ訳があって、僕は動画の中でその多色ペン、まあ、例えば4色があるとすると、緑が入ってくるんですね。でも緑が残りがちなんだよねと、この緑残った寂しく残った緑の気持ちを思うとちょっと切なくなるっていうことを動画の中で喋ってるんですね。でどうしてもなんか緑が残っちゃうんですね、だからっていう話をしたんですよ。ちなみにこの4色ペンはこう前田裕二くんがくれた、マジックメモスという、 こう彼のメモのその本についたものだったんですけど、これすごくよくできてるんですが、緑ってどう使ったらいいんでしょうか、皆様アイデアをいただけないでしょうかって、僕じゃなくて他のビューアー他のユーザーに
アイデアを募ってるんですね。だから共通してるんですね。僕だけじゃないということが分かってちょっと嬉しかったんですけど、それにこう自分はどうやって緑を残すまいと努力してる人たちの証言が書かれています。ラジモララさん、スケジュール帳に書くときに私は青がお仕事、緑が子供の予定、赤が忘れたダメよって大事な予定って感じで色分けして使っているので、私は緑も必要ですって書いてあるんですね。すっごくありがとうございます。本当に真正面から、それを自身がどういうふうに、まあなんか持続可能なこのペンの使い方というんでしょうか、ちゃんと最後までインクロースがないように、そして緑の気持ちがこうなんていうのかな、この損なわれないように、使うかということ、具体的な知恵をいただきました。このコメント欄というとめちゃくちゃ面白いんですよね。複合ペンもそうですか。シャーボのような複合ペンは例えばアメリカでは珍しいのでしょうか。珍しいですね。こういうふうにいくつものこの役割機能をこう一つのものに、これってこう4本のペンに作ればまあ普通ですよね。でその 4本を合体させて一つにこうちょっとトランスフォーメーションをさせているのがまあ日本の発想ですね。シャーボもそうですけれども、江戸時代にはそれを結構大切にしている人たちがたくさんいて、もちろん多色ペンはないんですけれども、一物多用といって一つのものにたくさんの用途を盛り込む、それはすごく、まあ、生きるこう一つの知恵としてすごく大切にされて、まあ、いたわけですね。まあ、今でいうこの本当にフードロスとか、もったいない資源を大切にしましょうという発想に、まあ、通じるんですけれども、アメリカでは、まあ、とにかくこの4色だったら4本のペンをセットにしてキットにしてそれを売るということをすると思うんですね。まあ、そういう意味では、まあ、文化違いが見えてくるところかなと思います。バリ島に行った時、銀のブレスレットと三色ペンと交換したことがあります。杉哲さん、それは銀のブレスレットと三色ペンってボロ儲けじゃないですか。大丈夫かな、大丈夫ですかね、このどういうシチュエーションだったのか。なぜその三色ボールペンが、多分その人が、まあ、観光客だったかもしれませんけども、それを取ってこう交換する気になったのか、ちょっと気になりますけれども、まあ、そうこういう具合に具体的なそのもの、毎日みんながやっぱり使っているものがあると、ここにテジヒヨクマさんが書いてますけども、物の哲学ですね、ありがとうございます。本当にこうちょっと哲学的な自分たち その日常のこの時間とか行動とかのにこう流れているこの思想みたいなものがこうやっぱこう見えたりするとか、でそのコメントにはすごくそういうところに気づかせてくれてるコメントがたくさん あるわけで面白い。秋元無理さん、ウィキを拝見しました。東大名教授はすごいの一言、日本で一生を終える気持ちでしょう。大きなお世話だよ。大きな一生を終えるって死ぬってことでしょ。さ、そんなさ、自分が長生き、よっぽど長生きするつもりだろうな、きっとこの方。いや、俺より先に死ぬ、死んだらどうするのって見届けないじゃないですか。っていうか、一生を終える気持ちがあって、こう、よくもう、まあ、いや、今ちょっとね、ちょっと、まあ、厳しめに言ったんだけど、これはね、結構言われるんですよ。日本で骨をうずめる。なんかこう、ホラー映画じゃないですかって、これ、なんかこう、ウォーキングデッドみたいに、そうですね、骨を実は一度すでにうずめてますってか、答えたことはあるんだけど、相手がもう、顔真っ白にして逃げていたんですね。お前ゾンビかって。そんなことをね、多分、赤の他人に聞くのは多分日本人ぐらいじゃないかなと思うんですね。ここであなたは死ぬ覚悟はできてますかとか、骨をうずめる、埋める、って。ということは、まあ、従来、本来、やっぱり日本は島国であって、こう、まれびと
まあ、遠くからこうやってきた人たちはそれほどまあ日常的にいたわけではなく、まあ、それは事実ですよね。まあ、僕の世代でも、僕は初めて日本に来た時に初めて外国人に会いましたという人たちいっぱいいたわけですね。今もいるかもしれないけど、だからここにずっといた、居続けたらいずれは死ぬねっていう発想になるらしいですね。それが僕はなんかすごい、初めて僕は多分二十歳くらいの時に言われたんですね。二十歳の時に言われてごらんなさいよ、本当に。え？骨を埋める、うずめる、一生を得るって、なんかふっとこう笑っちゃうんだけど、我に返った瞬間に本当に腹が立つわ、これ。だけどやっぱりこう文化的な背景はちゃんとやっぱりあって、やっぱり言われてそれを聞いて、いろんな人が僕にそれを、僕ら私たち日本人、見た目が日本人じゃない人たちに聞くと思うんだけど、ちょっとお願いだから、ちょっとそういう、なんていうかな、知らない人にここで死ぬ気ですかってちょっと聞かない方が、のっけから聞かない、ある程度こう季節の挨拶とか、今日は天気がいいですねとか、これからどう、あ、お出かけですかとか、最初にちょっと一言あってっていうふうにしてもらった方がいいと思います。まあでも本当になんか東大名誉教授すごい、ここで死にますかって、こうなんかコミュニケーションってすごく、ちょっと T シャツをこうちょっとなんか作りたいなっていう、墓石にこう刻んでもらえますか、赤い石に刻んでもらいましょうかね、僕の、多分。僕は逆にそれをなんかこうすごくこう、座右の銘にしたいぐらいの。すいません、ちょっと引っ張りすぎました。